ライト修正法は1979年に制定されたアメリカ合衆国の連邦法である。テキサス州のダラス・ラブフィールド空港から直行便の運航を行うことができる目的地をテキサス州を呼び隣接州に制限したものである。制限は1997年と2005年に一部緩和され2006年10月にはこの制限を撤廃する法律が 新たに制定された。2014年には完全に制限が撤廃されることになっている。ラブフィールド打競法とも呼ばれる。1960年代前半、連邦航空局は、ダラスのラブフィールド空港やフォートワースのグレーターサウスウエスト国際空港では、将来の航空需要予測に対して適していないと判断し、この2空港に対して、 連邦航空局からの補助金を支給しないこととした。そこで、アメリカ民間航空委員会では、新しく西共同の空港を設置するように命じた。これを受けて設置されたのが、1974年に開港したダラスフォートワース国際空港である。新空港の運営を軌道に乗せるため、各都市では、航空サービスを新空港に制限することに、同意しており、かつ、 旧空港へ乗り入れていた航空会社も新空港へ移動する協定に調印していた DFW では移動する協定が調印された後に設立されたサウスウエスト航空にも空港利用料などを支払った上で設備資金の調達に協力するように求めていたしかしサウスウエスト航空はビジネス利用者の要求に応えて市街地に近い空港に発着しているのに 市街地から車でわずか10分程度のところにあるラブフィールド空港からわざわざ遠く離れた DFW へ移転することは理屈に合わないと考えた。このため新空港の開港が近くなった時サウスウエスト航空は空港の閉鎖に法的根拠は全くなくそのような協定に同意したこともなく テキサス州の航空委員会からも移転を命じられていないとして DFW に業務を移さずラブフィールド空港に留まることを通告したところが DFW 側は建設の債務にサウスウエスト航空からの支払いを重当することにしていたまた他の航空会社もヒューストンでサウスウエスト航空との競争に敗れたことを忘れていなかったサウスウエスト航空が ラブフィールドから離れる意思がないことを知り、ダラス市、フォートワース市、地方空港委員会は1972年6月6日に合同訴訟を起こした。連邦地方裁判所でサウスウエスト航空よりの判決が下ったものの、すぐに控訴され、今度はニューオリンズにある第五巡回区控訴裁判所で審理が行われた。 ここでもサウスウエスト航空よりの判決に不服として控訴され合衆国最高裁判所にて審理を行うことになったが最高裁は1973年にラブフィールド空港が存在する限りラブフィールド空港を拠点として運航するサウスウエスト航空を排除することはできないとして控訴を棄却した。しかしながら当時は航空規制緩和前で CAB は、州内移動、つまり、当時サウスウエスト航空が提供していたサービスまでは、管理していなかったのである。1974年、DFW の開港とともに、サウスウエスト航空と、ブラニフ航空以外のほとんどの航空会社は、より大きく広い DFW に業務を移した。大幅に発着便数が減少した、ラブフィールド空港では、 空港ターミナルビルの大部分を閉鎖した。ジムライト下院議員1979年にアメリカの航空自由化政策が施行されると、サウスウエスト航空は、週間路線への参入という形で事業の拡大を計画した。まず、初の週間路線として、ヒューストンからニューオーリンズへの路線を開設、続いて、ダラスからニューオーリンズの路線の開設申請を行ったが、 これに対して、フォートワース市、DFW、ブラニフ航空は、猛烈に反対した。その反対者の中の一人、フォートワース選出の会員議員である、ジムライトは、DFW を保護するため、ダラスからの路線開設に反対したが、CAB では、サウスウエスト航空の申請を認可し、1979年9月から、ダラスから、ニューオーリンズの路線運行が開始された。 しかし、ライトは、会議員への影響力を駆使した上で、ラブフィールド空港からの週刊路線の運行を禁止するように議会を説得した。対する、サウスウェスト航空も、有力ロビーストの協力を得た上で、上院議員の指示を取り付けるというロビー、活動合戦となった。最終的に、ライト議員が、法案の修正に合意し、ラブフィールド空港からの航空旅客運送を、 制限する法案を議会で通過させた。その内容は以下の通りである。この法律は他の航空会社がラブフィールド空港から路線開設することを妨げたが、サウスウエスト航空はラブフィールド空港からの短距離路線ネットワーク拡大を進めた。これはライト修正法の影響を受けないヒューストンニューオーリンズや エルパソやアルバカーキへの利用者数増加という効果があった。ライト修正法の制限をうまく回避する利用者もいた。例えば、航空券を2つに分割して、ダラスからヒューストンかニューオリンズまで行き、そこで飛行機を乗り換えて、サウスウエスと航空就航都市に向かうことはできた。ただし、ライト修正法では、このようなルートで投資運賃の航空券を発行したり、 利用法を航空会社が宣伝することも禁止していたため、あくまで利用者の判断に任されたものであった。1997年、アラバマ選出の上院議員、リチャード・シェルビーによって、ライト修正法の一部が緩和され、アラバマ州、ミシシッピ州、及びカンザス州がラブフィールド空港からの目的地として許可された。もっとも、需要が少ないと見られたことから、 サウスウエスト航空ではこの時点ではアラバマ州への路線を開設したにとどまった。カンザス州とミシシッピ州への路線開設がまだ行われていないが、サウスウエスト航空はミシシッピ州最大の空港であるジャクソンエバース国際空港には乗り入れている。また、カンザス州にはウィチタミッドコンティエント空港が存在するが、サウスウエスト航空は ウィチタへの路線は開設せず、隣接するミズーリ州のカンザスシティに乗り入れている。2000年、新興航空会社である、レジェンド航空は、ライト修正法による、制限の回避を試みた。これは、全席を、ファーストクラスにすることで、マクドネルダグラス DC-9 を、客席56席にまで減少させた仕様での、運航を行うもので、レジェンド航空は、 ラブフィールド空港を拠点として、ロサンゼルス、ニューヨーク、ラスベガス、ワシントン DC への路線を開設した。しかし、アメリカン航空に対抗できず、レジェンド航空は2001年には運航停止となってしまった。ライト修正法の撤廃に賛成する人からは、レジェンド航空の運航停止は、アメリカン航空 DFW フォートワース氏のせいであるとも言われた。 1990年代、DFW の年間発着便数が逼迫する状況となり、1996年には、ライト修正法を撤廃し、フォートワースアライアンス空港に旅客便を発着させることで、DFW の混雑緩和につなげようという研究もされた。しかし、この案はどちらも DFW に反対され、結局は前述の通り、アラバマ州。 ミシシッピ州及びカンザス州がライト修正法に追加されただけであった。2004年後半にサウスウエスト航空はライト修正法に反対することを表明した上で大規模なライト修正法撤廃のキャンペーンを開始公的支援を集める動きを見せた。キャンペーンでは出版物、インターネット、掲示板、テレビ CM をフルに駆使しサウスウエスト航空でも セットラブフリーという特設サイトを設置した。これに対して DFW とアメリカン航空などが先頭に立ち、ライト修正法の撤廃反対の集団を結成、キープ d f w ストロングという特設サイトを設置した上でメディアキャンペーンを開始した。DFW では北側にある水タンクの一つを塗り替えて広告とした。撤廃に賛成する指揮者は ラブフィールド空港からの長距離路線の制限は公正な競争を妨げると断言した。指揮者たちはラブフィールド空港からの目的地を自由に設定することを求め現在の制限が DFW 発着路線の運賃を意識的に引き上げていると主張した。この制限を撤廃しどの航空会社でも自由にラブフィールド空港から 路線解説がされることで、いわゆるサウスウェスト効果が発生すると見込んでいた。ラブフィールド空港発着路線が低価格になることで、DFW 発着路線の運賃引き下げも行われ、どちらの空港の需要は増加すると仮定していた。これらは、他の空港市場において、低運賃航空会社であるサウスウェスト航空が何度となく実現していたのである。また、 DFW の主な利用会社はアメリカン航空であり発着便の80%以上がアメリカン航空という状態ではほとんど競争がない状態でデルタ航空がハブ空港としての運用をやめた問題などを見れば DFW はアメリカン航空に高額の請求もできると主張した一方ライト修正法の支持者からはアメリカン航空の運賃が 他の地域よりも高いことは認めたものの DFW が周辺地区の経済の中心でもあり DFW の発着便を競合している空港に移したり価格の引き下げなどが行われることは好ましくないと主張した DFW では25億ドルを投じてターミナル間の旅客輸送システムを整備したばかりであった上このような旅客輸送システムと デルタ航空の撤退によって財政負担は増加しているためこのような状況下で DFW にとっての競合相手の出現は空港の収益性や存続についても影響があると考えられた DFW 周辺地区での関心はテキサス州北部ではアメリカン航空が最大の雇用種となっていることでサウスウエスト航空を除く航空各社の財政事情が悪化している この時期にアメリカン航空をわざわざ危機的な状況に置くことは避けたかったのである。2006年6月15日、アメリカン航空、サウスウエスト航空、DFW、ダラス市とフォートワース市はライト修正法の完全な撤廃に同意したと発表した。その内容は以下の通りであった。しかし、この内容は ジェットブルー航空や他の低運賃航空会社から搭乗ゲートの減少はそこでサービスを始める航空会社の可能性を阻害するものとして反発を受けた。また、地元選出議員からも DFW、ラブフィールド空港だけでなくマッキニーのコリン軍空港から半径80マイルの範囲内での自由競争を妨げるものとして反対を受けた。また、 かつてレジェンド航空が使用していたターミナルビルの所有者からも搭乗ゲートの購入や賃貸に関心を持っているピナクル航空に6ゲートを販売できないとして反対された2006年7月25日アメリカ合衆国司法省反トラスト部門の職員から流出したメモではテキサス州北部の航空会社の競争の観点からこの同意内容について 再度検討するように促していた。また、搭乗ゲートの閉鎖と残る20ゲートの制限しか、なくなることは、ゲートの利用制限は、ラブフィールド空港で搭乗ゲートを確保しようとする他の、航空会社に影響するため、反トラスト法に違反する、可能性があるとも指摘した。この件について、上院議員のケイベリー・ハッチソンは、その判事が誰であるかわからず、そのメモは、 正規の手順を通していない。多分一職員の視点であり、司法省の見解ではないとした。また、司法委員長のジェームス・センセンブレナーは、当該職員が提案している独占禁止の問題に、関してはいくつか不満があると述べた。上院、下院の司法委員会との大規模な議論の末、2006年9月29日に、妥協法案が、上院、下院の両院議会を通過した。 ハツソンは、会議会で議論中、会議会で議案を通すよう努力した。ケイグレンジャーは、両党連立のテキサス州議会連合において、会員での結論が導き出せるよう努力した。2006年10月13日に、ジョージ・ブッシュ大統領はこの法案に署名した。サウスウエスト航空とアメリカン航空は、ライト修正法の規制区域外にで、ラブフィールド空港から、 目的地までの経由便の運航を行うためには、連邦航空局からの承認が必要となった。直行便の運航は2014年まで制限を受けることになったが、サウスウエスト航空では2006年10月17日に、2006年10月19日に、ラブフィールド空港からライト修正法の規制区域外の25カ所の目的地への接続サービスを始めると発表した。 アメリカン航空も2006年10月18日までには、ラブフィールド空港からライト修正法の規制区域外の目的地で接続サービスを開始した。ありがとうございます。